です。本日はこのような声の機会を与えていただき、オーガナイザーの石澤先生、森谷先生、津川先生に、お礼申し上げます。さて、本日このようなタイトルで、お話しさせていただきます。私の主となる研究内容は、本研究会の、趣旨とは少し異なるかもしれませんが、後半は私の研究における、質量分析機器の、重要性などについても、お話しさせていただく予定なので、お付き合いしていただけたら幸いです。まず私の研究の、研究背景について、説明させていただきます。現在地球環境に関わる、新しいコンセプトといたしまして、バイオリファイナリー型社会というものが注目されております。バイオリファイナリーとは、石油由来資源からなる、化学工業プロセスの一部を、再生可能資源を原料とする微生物プロセスに、置き換えることにより、化石資源への、依存を緩和し低炭素循環型社会を、構築する概念です。このバイオリファイナリー型社会の構築に向けて、世界中でさまざまな法整備や協定や条約が、結ばれております。2015年に、COP21 で、結ばれたパリ協定におきましては、2030年度までに、空気中の二酸化炭素を 26% 削減するということが盛り込まれております。他にも、このようにさまざまな、条約や協定が、結ばれております。よってこのような世界的な社会背景も相まって、微生物を用いて再生可能資源から、バルクケミカルを生産する技術の開発は、極めて重要な、研究分野であると言えます。ここで私の研究の根幹となる概念といたしまして、代謝ゲノムエンジニアリングというものを簡単に紹介させていただきます。代謝ゲノムエンジニアリングとは、こちらに示す3つの、柱に成り立っております。丸1として新規代謝経路の、設計構築、丸2といたしまして新規酵素の開発、1と2が、相互作用することによって、新しい化合物を作るための、新規経路や、より高い収率を達成する新規経路の構築が可能に、なります。しかしながら、これらの基盤には私は丸3として、目的化合物の生産量、生産収率、生産速度を劇的に向上させる基盤技術も重要であるのではないかと考えております。私の研究におきましては、まずこの丸3にフォーカスし、さまざまな高高度化合物を高収率で生産可能なプラットフォームの開発をということでお話しさせていただきます。まず高高度化合物というものについてなんですが、高高度化合物にはフェノールやスチレン、アンソコーサン、テルフタル酸、他にもさまざまな産業的に重要な化合物を含んでおります。この高高度化合物は主に化石資源を原料として生産されております。こちらに安息鉱産の工業的な生産方法について示させていただきます。高温高圧化で過マンガン酸カリウムを触媒にし、トルエンを酸化することにより安息鉱産を得られます。この反応においては、大量のエネルギーを消費し、環境負荷が非常に大きいということが言えます。以上のことから、このような重要な高高度化合物を、再生可能資源から、生産する技術の開発は非常に重要な研究分野であると言えます。私の研究におきましては、まず、サリチル酸というこちらの化合物にターゲットを、定めました。サリチル酸は世界におけるその市場規模が年間30億ドルありまして、さらにアスピリンや抗 HIV 薬などさまざまな重要な薬品の原料となります。さらに近年の報告におきまして、ナイロン66の原料となるアチピン酸の前駆体になるということも報告されております。微生物においてサリチル酸を生産する反応をこちらに示します。このように、コリスミ酸という、化合物に対して、イソコリスミ酸合成酵素 ICS というものが作用し、イソコリスミ酸を生じます。さらにこのイソコリスミ酸に対し、イソコリスミ酸脱ピルビン酸酵素 IPL というものが作用し、1モルのサリチル酸と1モルのピルビン酸を、が生じます。本研究におきましては、まず、この経路を大腸菌の代謝経路中に再現いたしました。ここで、サリチル酸合成に理想的な代謝デザインということで、本研究のストラテジーを説明させていただきます。まず、サリチル酸合成遺伝子の導入です。
遺伝子をスクリーニングの、遺伝子スクリーニングの後、大腸菌由来の、免疫というものを、イソゴリスミ3号性酵素として、シュードモナス由来の、BCHB という遺伝子を、イソゴリスミ3、ラツピルビー3酵素として、それぞれ、スクリーニングし、大腸菌に導入いたしました。続きまして、細胞内の、ホスホへのピルビー酸、こちらの PEP というものの、細胞内獲得量の強化を行いました。サリチル酸を合成する上ではこちらの色味酸経路というものを通るのですが、こちらの経路を強化するためには、PEP の細胞内での獲得量を増加するということが、重要であるということは、過去の、これまでの、報告により分かっております。大腸菌代謝経路中で、PEP をビルビン酸に、消費する反応は主に2箇所存在いたします。一つはグルコース取り込み系である BTS システム。こちらは、PEP のリン酸を、PEP がリン酸供与器となり、グルコースを、G6P に変換いたします。もう一つは、解毒系中枢部の、ピルビン酸キナーゼによる、PEP からピルビン酸への反応です。まず本研究におきましては、こちらの BTS システムを、PEP を用いない、ATP をリン酸供与器とした、GALP-GLK システムというものに、変換いたしました。さらに、解凍系中のこちらの PYKF にコードされるピルビン酸キナーゼを完全に不活性化いたしました。最後にサリチル酸合成遺伝子を導入いたしました。本研究におきましては、代謝経路中のメジャーなPEPピルビン酸変換反応を、不活化しているため、ピルビン酸の合成はこのように、サリチル酸を生産するときに部分的に制限されております。3番目といたしまって最後に、サリチル酸経路と、競合するこちらの内在性のフェニララニン合成経路の遮断を、行いました。こちらは実際のサリチル酸の生産試験の結果です。三角のシンボルは、大腸菌のフェニララニン生産株に、単純に、サリチル酸合成遺伝子を導入したもの。こちらを CFT01 といたします。さらに四角のシンボルは、この CFT01 に対し、グルコース取り込み系を PTM システムから GALP-GLK システムに変えたもの。こちらを CFT11 といたします。さらに、丸のシンボルになるんですが、こちらは、CFT11 に対してさらにピルビン酸キナーゼを完全に不活性化したもので CFT31 といたします。このように細胞増殖、グルコース消費、サリチル酸の生産量を、示しておりますが、CFT31 を用いたときに、サリチル酸の生産量は 600mg/L と3つの株で一番高い値を記録いたしました。しかしながら、ここでおける問題点といたしましては、同等以上のエルフェニララニンを依然として生産しているといったことが問題点として挙げられました。ここで今紹介いたしました3つの株について、こちらの PEP の合成や消費に関わる遺伝子の発現量について調査いたしました。その結果、CFT31、つまりピルビン PYKA と PYKF を破壊したものに、おきまして、こちらの MAEB、PPC、PPSA といった遺伝子に発現量の増加が確認されました。通常、これらの遺伝子は等身性の時などに発現量が増加する遺伝子になるのですが、本株の場合におきましては、PTS の置換や PTS の破壊や、ピルミン酸キナーゼの不活化により、グルコースの取り込みが落ちることにより、見かけ上グルコースの流れが弱くなり、大腸菌にとって見かけ上栄養飢餓の状態に陥ったような状況になったためだと、考察されます。ここまでの問題点として先ほども述べましたように、サリチル酸を生産したのと同等以上の、フェニララニンを生産してしまうということが挙げられます。よって続いて先ほどの CMT31 という株から、フェニラーラニンを合成する経路を遮断いたしました。こちらを CFT51 とします。CFT51 に関しましても先ほどと同様に培養を行った結果、その結果をこちらに示します。左側から細胞のグルコース濃度、サリチル酸の生産量を示しておりまして、
最大で 1.48g/L の、サリチル酸の生産に成功し、そのグルコースから、サリチル酸へのモル臭率は、20% 達成いたしました。ここで、これまでに構築した株のサリチル酸生産性に関わるデータを、まとめておきます。単純にサリチル酸を、サリチル酸合成遺伝子を導入した CFT01 という、それぞれ左の株と、比較いたしまして、CFT51 株はグルコースからの収益で 6.2 倍、単位菌体あたりの生産量で 7.6 倍も、サリチル酸の生産性が、向上、しております。最後にこの CFT51 という株を用い、1リッタージャンファメンターを用いたサリチル酸生産試験を行いました。左にグルコース濃度及び細胞濃縮、右にサリチル酸及び副産物の生産量を、示しております。このようにダイヤのシンボルが、OD、を示しておりまして、四角、丸、三角バスとグルコース、サリチル酸、副産物の酢酸、偽酸の、濃度を示しております。このようにサリチル酸の最大生産量 11.5g/L を記録し、その時の収率は 41.1% に達成、達しました。ここでサリチル酸と同様に、合成時にピルビン酸の放出を伴う様々な化合物について紹介させていただきます。このようにコリスミ酸を起点といたしまして、ムコン酸、ヒドロキシ安息酵酸、アミノ安息酵酸、フェノールなどなど挙げられるのですが、本研究では、サリチル酸生産化を取得する上で得た知見をこれらの化合物に適用することにより、各化合物の生産を検討いたしました。その結果をこちらに示します。すべての化合物におきまして、単純に遺伝子を導入したときと比較して、大幅に、生産量及び収率ともに、大幅に向上させることに成功いたしました。このように様々な方向動化合物を高収率、高生産量で生産可能なプラットフォームに開発に成功いたしました。続きまして、方向動化合物プラットフォームのさらなる拡張といたしまして、続いてのターゲット化合物として、こちらのマレイン酸という化合物に、狙いを定めました。マレイン酸は、ポリモア原料や、薬品原体として非常に重要な化合物です。また、過去に、微生物ですでに生産報告のある、琥珀酸やフマル酸といった次カルボン酸と比較して、このように格段に大きな市場規模を有しております。マレイン酸は、フマル酸や、異なり、フマル酸や琥珀酸と異なり、大腸菌の代謝経路中には、内体的には存在しない化合物です。さらに、微生物での生産報告に関しては、これまで、存在しません。一見、このマレイン酸イソメラーゼという酵素により、の逆反応により、フマル酸からマレイン酸への変換は簡単に起こるのではないかという、疑問を持つ方も、多々おられますが、この酵素に関しては、不可逆反応であるということが分かっておりまして、微生物でマレイン酸を生産するためには、新規マレイン酸合成経路を、組み立てなければならないといったことが あります。本研究におきましては、放線菌の持つこちらの方向間形成経路と、方向属化合物分解菌の持つ、方向間分解菌経路の、一部をそれぞれ組み合わせることにより、グルコースから、マレイン酸を生産する新規経路として大腸菌代謝経路中に、再現することができるのではないかと、考えました。こちらの 3HBA、3ヒドロキシ安息酵酸という化合物につきましては、先ほど構築したプラットフォームの中の、一化合物です。このようにコリスミ酸を起点とし、3HBA、現地新酸、マレイルピルビン酸を経て、マレイン酸は合成されます。3HBA は放線菌がポリケタイド系の化合物を作る、一部に存在し、現地新酸マレイルピルビン酸は方向属化合物分解菌、シュードモナスなどの菌が、クレゾールやナフタレンなどをの土壌中の有害化合物をフマル酸へと無害化する過程の一部に登場いたします。本研究においては、マレイン酸合成に最適な遺伝子のスクリーニング及び、導入法を探索するためマレイン酸合成経路を2つのモジュールに分けました。このようにコリスミ酸から現地新酸までを現地新酸合成モジュール GA モジュール、現地新酸からマレイン酸までを、マレイン酸合成モジュール MA モジュールと しました。各モジュール内での遺伝子の、最適な遺伝子をスクリーニングした後、
マリン3号成経路として代償菌代謝経路中に、再構築いたしました。遺伝子、各遺伝子のスクリーニングを、GA モジュール及び MA モジュールの菌体の導入法を、用いるプラスミド、プロモーターなどを並びなどを変えることにより最適化しました。詳しい過程は割愛させていただきますが、このように、TRC プロモーター制御下に MA モジュール、GA モジュールとタンデムに並べ、このカセットをハイコピーベクターに導入することにより、作出した菌体の培養試験結果をこちらに示します。このように、最大で 1.2g/L の、マレイン酸の生産に成功いたしました。その時の収入が 16.4% でした。続いてマレイン酸生産量をさらに向上させるため、代謝経路中の利息段階を特定、解除、することを目指しました。本研究におきましては、立足段階の候補を4個のグループに分けまして、ローコピーベクターを用いて導入することにより、それぞれの遺伝子がマリン酸の生産性に与える影響について調査いたしました。一つ目のグループは、こちらの RN、ROG、TKTA といった、方向毒化合物を生産する上での立足段階に関わる遺伝子グループ。二つ目は、PPSA、PPC、MyB といった、先ほどのサリチル酸の生産、株を作る過程において発現量の増加した遺伝子を含むグループ。3つ目が、GLP、GLK といったグルコース取り込みに関わる、遺伝子に関わるグループ。最後が、コリスミ酸からマリン酸経路の入り口に関わる HYG316H といった遺伝子のグループ。こちらにその結果を示します。ご覧の通り4つ目のグループ、つまり、マレイン酸経路の入り口を強化した株において、マレイン酸の生産性の向上を確認することができました。よって本研究における株におきましては、マレイン酸合成経路の炭素の引き抜きが、立足段階の一つであったということが確認されました。続きまして、マレイン酸の生産量をさらに引き上げるため、コリスミ酸からマレイン酸への引き抜きの部分に着目し、さらなる最適化を行いました。ここにおきましては、3種類の異なるベクターを用いて、HYG5 と 3H6H の導入方法の最適化を行いました。このように丸のシンボルがマレイン酸、三角のシンボルが原基芯酸、四角のシンボルがそれぞれ 3HB を示しているのですが、このように、右の2つの株を用いた場合に最大で 2.0g/L のマレイン酸生産に成功いたしました。ここでは中間代謝物の蓄積の、ない一番右のこの CMTS101 という株を、ジャーバイオを用いた試験に、回しました。こちらが、そのジャーバイオ試験の結果となります。左側のグラフが細胞増殖と、グルコース消費。右側が、マレイン酸の生産量と、中間代謝物の原基芯酸の濃度を示しております。培養液中の、溶存酸素濃度を検討することにより、培養24時間までを、DO1.0ppm、24時間以降を 3.0ppm ということに保つことにより、最大で、7.1g/L の、マレイン酸の生産に成功いたしました。以上、ここまでの株の改変過程をまとめたグラフをこちらに示します。マレイン酸の生産量のみに数値示しておりますが、収率に関してもほぼ同じ関係が成り立っております。このように GA モジュールをハイコピーで、MA モジュールをミディアムコピーで、導入した時のマレイン酸の生産量はわずか、3から40mg/L 程度でした。これを出発点として、このように重複を許した形で遺伝子を導入し、その導入方法を最適化することにより、1と比較して約51倍生産量を引き上げることに成功いたしました。さらにジャーバイオによりこの菌体のパフォーマンスを最大に引き上げることに成功し、1と比較して約180倍の生産性の向上に成功いたしました。ここまではどのようにして微生物を作ったのか、どのくらいのパフォーマンスの微生物ができたのかを中心にお話ししてきました。ここからは発表題目に関連いたしまして、有用バルクケミカル生産における質量分析機能活用ということで、私の研究の中で本研究会の趣旨に比較的近いかなと思うような部分についてお話しさせていただきます。
これは個人的なイメージや理想でありまして、私が実際まだ全然達成できていないことなのですが、微生物を用いたバルクケミカル生産研究における、質量分析機の理想的な、活用法といたしましては、微生物の代謝経路をこちらに示しますように、微生物の代謝経路をまず網羅的に分析して、そこから新たな代謝経路の構築へと、合理的に、その情報をフィードバックするということが挙げられます。実際これは私自身が全くできてないんですが、その原因といたしましては、まず表皮が存在しないなど、そもそも測定するのが、私たちにとって、非常に難しい化合物があるといったこと、さらに、転写レベルでの制御なども、起こっているので、代謝の蓄積と、経路のぶどまりが、正確に一致しないということ、さらに、これは専門家の方に、してみれば簡単なのかもしれませんが、全ての化合物を絶対定量するのが、難しいといったこと、以上のようなことが挙げられます。よってここでは本研究において質量分析機を活用した点について、ここに列挙させていただきます。まず、目的化合物の同定ということです。今回はマレニ酸についてなんですが、こちらに関しては新規経路の場合必須な、要件であると考えられております。続いて2つ目といたしましては、その新規経路内の中間代謝物の蓄積があるか否かを評価するといったことです。で、3つ目といたしましては、設計した代謝経路が実際に開通しているのかどうかという検証。私の研究の中ではこの3つの項目につきまして質量分析機を利用しております。つまりまとめますと、代謝経路構築後に生じる、ある種ブラックボックスのようなものを、可視化するといったことに活用しております。まず、U13C6 グルコースによるマレニ酸生産試験ということで、を行いました。この点に関するブラックボックスとしては、先ほども言いましたように、本当にその経路を経由して作られているのか、実際にその化合物の7割が投入したグルコースからできているのか、またグルコース以外の媒質成分からそれが作られているのではないか、これは実際に論文を投稿したときに、査読者の方々から、受けた、疑義でもあるのですが、この点に関しましては、U13C6 グルコースを用いた場合と GC マス分析により、解決いたしました。まず、U13C グルコースに、培地で大腸菌を培養し、培養情勢を分種し、TMS 誘導体化しました。その後、GC マスでマレニ酸 TMS 誘導体を分析しました。こちらに、マレニ酸を TMS 誘導体化した化合物の行動を示します。マレニ酸は、炭素数が4なので、全てが 12C で、構成 12C 由来の、で構成炭素で構成される場合、M%245 の、固有の、フラグメントが検出されます。しかしながら、全てが 13C 由来の炭素の場合、M%249 という、フラグメントが検出されます。こちらその結果なんです。 13C で培養した、結果なんですが、マレニ酸全体の 98.1% が、13C の炭素からなっており、ほぼ全ての、グルコ、マレニ酸のほぼ全てはグルコースから、合成されているといったことが、が実証できました。続きまして、中間化合物マレルビルミン酸分析として、ブラックボックス2について、説明させていただきます。ここにおいては、新規マレニ酸経路中の中間化合物は完全にマレニ酸に変換されているのかどうかということ、この中でも特にマレイルピルビン酸という化合物につきまして、表皮が利用不可なものでして、こちらが蓄積していないことは、どうやって示すのかということを証明するのは、重要な項目でした。ここに、関しては、専門家の方を交えればもっと簡単に解決できたのではないかと思うところもあるのですが、非常に、泥臭い、手段を取らせていただきました。具体的には、酵素反応によるマレイルビルミン酸取得と、LC マス分析ということを行いました。まず、タンパク発現用の大腸菌に MPS、こちらの原芯酸をマレイルビルミン酸に変化する MPS という、タンパクを発現させ、ヒスタミン生成を行いました。その後、現地診酸を基質として、MPS の酵素反応を評価いたしました。HPLC で形状変化を取り、このように現地診酸の減少及び新たな未知ピークの増加を確認いたしました。そして、HPLC でこちらの未知ピークを分種し、さらにこの
ピークの分子液を LC マスにより分析し、ミチピークの分子量を調べました。マレールピルミンさんの分子量が186であることで、であるのですが、こちらのピークにおきましては、マレールピルミンさんの、脱プロトン化したインパーゼット185のフラグメントと、脱カルボキシル化した、140の、ピークが検出され、こちらのミチピークはマレールピルミンさんであることが示されました。最後に、マレイン酸株の、培養サンプルを、分析し、こちらのピークが実際に、検出されないということを示し、マレイルピン本株におきましてはマレイルピルビン酸は蓄積されていないということが、実証されました。続きまして、さらなる生産収率の向上ということで、現在行っている研究についても一部触れさせていただきたいと思います。本研究では、代謝経路モジュール化大腸菌というものの開発を目指しております。左側に、大腸菌野生株の、代謝経路を、示しております。右側に本研究で先ほど作成したプラットフォーム株の代謝経路を示しております。先ほども説明させていただいたように、本研究のプラットフォーム株におきましては、こちらの PEP という、化合物の蓄積を、向上させるため、グルコース取り込みの PTS システムを ATP システムへ置換しております。さらに、こちらの PEP ピルビン酸変換反応を、司る PYKF、PYKA というところを、完全に遮断しております。この研究を、さらに発展させるため、私の研究では、代謝経路のモジュール化、つまり代謝経路を、物質を生産する代謝というものと、細胞増殖に関わる代謝の2つに切り分けてやるという、代謝経路のモジュール化という概念を、提案しております。最後に、この株が実際に、我々としては使えるものでなかったら、ここまで証明しても意味があまりないので、その応用例といたしまして、サリチル酸を例にとって、簡単に説明させていただきます。サリチル酸はピルビン酸放出型の、化合物であるため、このような代謝デザインになります。先ほども述べましたように、現在のプラットフォームにおけるサリチル酸の収率は 40% です。代謝経路をモジュール化した大腸菌にサリチル酸合成遺伝子を導入し、サリチル酸生産試験を行った結果をこちらに示します。グルコースからサリチル酸への変換効率は、変換収率は 47% を記録し、実際に増殖を考慮した場合の最大の変換率は 50% であるということを考慮いたしますと、かなりのレベルまで引き上げることにできたと、考えております。こちらに、結言を示させていただきます。以上、ご清聴ありがとうございました。